ドキッと情報です。今日は演歌歌手の奥村ゆかさんにお越しいただきました。お願いいたします。よろしくお願いいたします。あ、素敵ですね。奥村さんは奈良県吉野郡のご出身でいらっしゃいまして、2012年の9月に CD デビューされました。改めて自己紹介をお願いします。はい、18年前になんと大病を患いまして、余命半年と宣告を受けました。はい、それを克服して現在歌手活動をさせていただいております。奈良県を拠点にお祭りや敬老会などで活動させていただいております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。プロフィールがここにございますが、はい、趣味はもうゴルフも結構されるんですか？はい、めっちゃ下手くそですでもまあ一応お好きでいらっしゃるんですね。はい、そうです。いやでも努力に勝る天才なし、いい言葉ですね本当ね。はい、まあ、今回は実は奈良でね、はい、イベントをされるということなんですよね。はい、そうなんです。はい、11月の7日木曜日、奈良健康ランドファミリーレストラン桃源郷というところでね、はい、奥村ゆか歌謡ショーを開催させていただきます。はい、お昼夜の2回公演となっております。どうか皆様こぞってお越しくださいませ。はい、お願いします。奥村さんは奈良テレビでも、ね、はい、放送されている大阪山霊園の CM にも、ね、はい、出られていらっしゃいますよね。そうなんで す, ですよ、ね。はい、ご縁をいただきまして、坪坂山霊園の CM に出させていただいております。うぐいすと花の霊園、坪坂山霊園は四季の花と樹木に囲まれた美しい景観で全区画バリアフリーとなっております。また一般墓地の区画や永代供養家族墓、永代供養孔子墓があり、ご希望やご予算に応じてお選びいただけるようになっております。いや、まあ、でも映像を見てましても緑もたくさんありますし、環境がすごくいいですね。そうなんです、うん、本当にね、先日もですね、新しく永代供養孔子墓が完成いたしまして、はいはい、開眼供養が執り行われました。うん、この永代供養孔子墓は今の時代のニーズに高まりを受けて作りました。後継ぎに不安のある方、遠方でお墓参りになかなか来れない方、お墓を持つのが難しい方でもずっと供養が続きますので、はい、ご安心してご利用いただけますですね。はい、まあ、いろんな方々それぞれの、ね、やっぱ要望っていうのがあるのかなと思いますけれども、はい、まあ、これからの時代そしてニーズに対応したお墓が、まあ、新しくできるというのはますます便利になりますよね。そうですね、先日ね、私も見学の方に行かせていただいたんですけれども、はい、本当に見晴らしがよくって、もう素敵な孔子墓が はい、出来上がっておりますのでね、どうか皆様、百聞は一見にしかずと言いますけれども、ね、はい、また見学の方にお越しください。はい、お願いします。じゃあちょっとアクセスを教えていただきましょう。はい、うぐいすと花の霊園坪坂山霊園は近鉄橿原駅前から車で約10分、坪坂山駅から徒歩で10分、非常に便利なところにあり、霊園の入り口の観音様が皆様にお出迎えいたします。ご見学も随時受け付けております。詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。はい、ありがとうございました。近鉄橿原神宮前駅ですね。橿原駅とおっしゃってたんで、橿原神宮前駅ですね。橿原神宮前駅です、はい、申し訳ありません。はい、ありがとうございます。まあ、でも11月にすごく、ね、素敵なイベントがまた控えているということなんで、それも素敵な歌をぜひ響かせてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は高取町坪坂山霊園の CM にもご出演されています演歌歌手の奥村ゆかさんにお越しをいただきました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。